ゃ良くなってますけど、それ大丈夫。はい、何でそれだでも僕の知り合いに山崎武史にそっくりなおじさんがいますおじさんがいるの本当に山崎武史にそっくりなんですよ。初めて、初めましてって会った瞬間に山崎武史の20年後だって言ったんですよ。もう30年後ですかね。60から70ぐらい、70の方だったんですけど、山崎武史にそっくりなのびっくりして、それすごいな。一回俺選手メーカーを見直したからそれすごいね。いうぐらいの人で、その人がもうお酒が大好きで、佐藤の黒が大好きで、お付き合いさせていただいて、飲んだんですけど、焼酎ってうまいっすよね。焼酎って何なんですか、何なんですかね。ビールって麦じゃないですか、うん、で米と芋があるんですけど、どうやったらこうなるんですか。何を混ぜていけば原液が出来上がるんですか。やっていくとこう焼酎になるんですよ。で芋と麦があるわけですよ。でもシソもあるじゃん、タンタカタン、タンタカタンとか結構いろんな種類があるはずなんですよ。細かいのタンタカにすれば、あと黒糖焼酎もある。ありますね、うん、黒麹。僕はあれなんですよ、今使ってるギターを大阪のミキ楽器やっだっけ、震災の、ね、ミキ楽器で一目惚れしてツアー中ですね。ツアー中に買ったんですよ、うん、でその時の担当者が麹屋さんっていう人でしたね、うん、お酒強い人誰なの。バルトブランドで一番強い誰ですか、うん、量を飲むなら僕かもしれないです。でもブラはないですよ、壊れかけのレビューになるんで、だいたいブラとツアーで飲もうってなったら最終的にでトイレから出てこないですよ。なるほど。お前飲んだ時結構飲まれてるんですね。そうですね、もう最近はカクテルってどうなの最近。ん、カクテル、カクテルね、面白い。カクテル、ブラの今のおすすめのカクテルは。いやでもまだまだジン、ジンしかまだまだジン、なんだっけ、何かに始まり何かに終わるって言われた。お酒の失敗談。お酒の失敗談ね。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。また来てねー。ありがとうございます。松山の夜も、さすがにたっぷりと遅れてしまいましたんですけども、どこが殴るわ。あ、うん。アズマックス汗拭いた方がいい。やるね、本当に、本当に暑いわけですけれども、というわけで、今後もマイクドラングの飲み食い倒れツアーを定例化していきたいなと思っております。これが楽しいか楽しくないかは別として、まあ、僕らは楽しい、断固楽しいっていう思いで、続けていきたいなと。じゃあ最後に一言お願いします。おー、来たい。